太郎です。今回は懸垂ができるようになるためのトレーニング方法を紹介していきます。ラットプルダウンはしっかりできるけど懸垂ができないという方や、背中のトレーニング何をしたらいいかわからないという方はぜひ参考にしてください。よくラットプルダウンを続けていると勝手に懸垂ができる筋力がつくと言われるのですが、それは間違いではないんですけど、懸垂とラットプルダウンには大きな違いというのがあります。で、大きな違いは2つあって、まず1つ目がバランスを取る必要があるかないかです。ラットプルダウンでいうと、マシンの上に座ってお尻がしっかりついた状態で、ももの前にも支えがあります。で、その状態で下半身が固定されながら上から引くというのがラットプルダウンの動きなんですけど、懸垂というのはバーにこうぶら下がっているだけの状態になります。で、バーにぶら下がっているだけの懸垂は前後左右にすごく動作中ブレることが多くて、まずこのバランスをしっかりと取れないと動作自体がそもそもうまくできないので、そこがまず一つ目の大きな違いです。そして二つ目が、引いてくる方向です。ラットプルダウンというのは体が固定された状態で、上から重りを引っ張ってくる運動になります。なので動作の方向、引く方向としては上から下の方向です。この方向というのは重力方向に対して引っ張るので、基本的にはトレーニングとしてはすごくやりやすい引き方になります。ただ懸垂というのはぶら下がった状態から自分が上に上がっていく必要があります。これは重力に逆らって自分の体を持ち上げるという動きになるんで、引っ張る方向から考えても、懸垂の方が明らかに難しいトレーニングになります。で、これらの2点の違いから、懸垂がしっかりできるようになるためには、まずしっかりバランスが取れること、そして重力の反対方向に体を引っ張ること、この2つをトレーニングしてあげる必要があります。で、これらを強化するためにおすすめのトレーニングは2種類あるので、それらを紹介していきます。まず1種類目がインバーデッドローという種目です。では、まず1つ目のインバーデッドローを紹介していきます。こういった形でバーをセットしてもらって、だいたい高さの目安というのが今腰の位置になります。で、ここを基準にしてもらって、まだトレーニング始めたての方であったりとか、背中の筋力不十分な方はもう少し上にして、お腹のちょっと上ぐらいの位置にセットしてあげます。こうすることで負荷を弱くすることができて、逆にもう少し下に下げることによって、負荷を上げることができるんで、このセットの位置というのは、その感覚を目安にしてください。では実際にやり方を見ていくと、まずバーの下に潜ります。で、その状態で手幅は肩幅より前習いしてもらって、少し広めにセットしてもらいます。だいたい拳1個分ずつぐらい広げてもらえるといいです。で、そこでバーを持ってバーの下に体を入れます。で、こういった形でバーにぶら下がります。かかとをしっかり地面に当てて、体は一直線になるようにしてください。で、この状態のまま胸をバーに近づけるように、肩甲骨を斜め下に動かしていきます。体をしっかり持ち上げます。で、下ろす。もう一度行きます。で、下ろす。で、このような動きの中で胸とバーっていうのはしっかりつけなくていいので、胸をバーに近づけに行く意識と、しっかりとこの肩甲骨斜め下方向ですね、下ろしていくようなイメージで持ってあげてください。で、これ肩甲骨を寄せるっていう意識が強すぎると、肩がすくんでしまってうまく肩甲骨が動かなかったりするんで、こう斜め下、ちょっと脇は閉じ気味ぐらいで動かしてあげるといいです。もう一度やってみます。この状態からバーの真下に入ってもらって、ここから強調する。といった形で、負荷の設定としては10回できるぐらいを3セットやってもらえるといいです。で、負荷を強めたい場合はバーを下にしてあげて、体が床とより平行に近い方が負荷が強くなって、高くしてあげると負荷っていうのは少し下がるので、そういった形で自分の筋力に合わせて行ってください。じゃあ、インバーデッドローができると、次にやってほしい2つ目の種目がチューブ懸垂です。で、チューブ懸垂というと、チューブの補助を使って懸垂を行うのですが、これをすることによって、そもそも懸垂の動作自体に慣れるということがメリットです。で、懸垂をできない方のほとんどが、自分の体を上に持ち上げることができないと思うので、それをチューブで補助するといった役割があります。じゃあ、ちょっと実際のやり方を見てみます。こういった形でパワーラックがあれば、パワーラックを使ってもらうのが一番おすすめで、こういう J カップのところにチューブ、ちょっと強めのものを用意します。で、このチューブ自体は概要欄に貼っておきます。
で、この J カップにこういう形で引っ掛けてあげてください。で、これができるとこの上に膝を乗せます。両方膝を乗せてあげて、で、バーを握ります。で、両方乗せて、この状態でしっかりと懸垂動作を行います。で、そうすることによって、これ体が降りていった時にチューブがこう沈んでいったのが分かると思うんですけど、上がる時にこのチューブが押し返してくれて、しっかりと補助してくれます。で、このチューブの強さは結構強めの方が良くて、あんまりにも弱いチューブだとそんなに補助の力が強くないので、しっかりとこういった強めのチューブを買ってもらうことをお勧めします。で、これ自体もこの J カップですね、この位置を上にすることでこの補助の強さっていうのは強くなるんで、まあ、まだ筋力が足りないなと思う方はこの補助をちょっと上にしてあげる、で、ちょっと余裕があるという方は下にしてあげるといったのがおすすめです。で、高さでいうと大体まあ腰ぐらいを基準にしてもらえるといいんじゃないかなと思うので、まあ、このチューブ懸垂しっかり10回 2,3 セットできるようになるまでこれでやってもらえるといいです。で、パワーラックがない方はどういった方法でチューブ懸垂を行えばいいかというと、ここにかけるのではなくて上にかけてあげます。こういった形上にかけてしっかりとくくってあげてください。で、この状態で片方の膝でいいです。右左どちらでもいいので膝を引っ掛けて、で、ここでバーを掴んであげて膝を曲げて、そこから懸垂動作を行います。このような形でパワーラックがなくても懸垂の補助っていうのはできたりするんで、こっちを試してもらうのもいいかなと思います。実際に懸垂の方も詳しく解説している動画は概要欄に貼ってあるので、よければそちらも一緒にご覧ください。以上が懸垂ができるようになるための2つのトレーニングになります。まあ、こういった基礎種目っていうのは正直ラットプルダウンよりも難易度が高くて難しいと感じる方多いと思うんですけど、まあ、難しい中でも自分に合った負荷調整っていうのは簡単にできたりはするんで、インバーテッドローチューブ懸垂よければ頑張って試してみてください。で、先ほども言ったんですけど、今回動画で使用しているチューブは、概要欄に貼っております。そのチューブの中でも特にまあ女性の方はやっぱり筋力がちょっと男性と比べて少ないことが多いんで、もうちょっと強めのチューブも必要かと思うので、そちらもリンク貼っておきます。まあ、道具をうまく使うことでトレーニング効率が上がるので、ぜひ試してみてください。では今日はこれで終わります。